クロケです。サンドウィッシュユキです。サンドウィッシュ、今日紹介するのはダイこちらです。はい、皆さん見覚えありませんか？はい、こちら、シルバーバレットのセットアップです。じゃあダンボールどけて、ダンボールどけて、どけよいしょっと、以前セットアップ大集合のね動画で、紹介しましたシルバーバレットのセットアップなんですけど、その動画内で全空張りとサイズ感の違いを伝えたいってお約束をしましたよね。しました。そうだっけ？そうですね全カラー展開とサイズ違いを持ってきました。はい、この良さをもっとみんなに知ってほしくてお届けできたらと思います。まあ、いい商品をやっぱしっかり世の中に広めたいという俺らの気持ちね、案件でも何度でもないです。案件じゃないんだよ本当に。あとユッキーのインスタは案件でも何でもないですそれはそれは俺が傷ついたコメントの一つそれは早速言ってみましょう。じゃーん、こちらでーす。まずこちらシルバーバレットのセットアップの詳細のおさらいなんですが、スタープレテーラードジャケット×ワイドパンツセットアップで販売されています。お値段7920円、サイズ展開が ML、 カラー展開がブルーグレー、グレーベージュ、ブラック、あとブラウン、ベージュ、カーキネイビーの7色展開となっております。多いんです。で7900円ってやっぱり改めて聞いてもすごいな。絡まりと安さと素材感の良さを俺は推していきたいからなんですよね。なんですかそう、その3つを推したいね俺は。まずね、サイズ感の違いを見てもらいたいんですけれど、今着てんのが L だね。そう、みんな今 L サイズ、M サイズに着替えよう。はい、じゃーん、こちらでーす。 M サイズに全員着替えました。これはね、ちょっと、まあ、パーカーってのもあって、うん、ちょっと肩がね、ちょっとパツってんな。肩のライン落ちてはいるんだけどね。最近結構やっぱ前とかに手持ってきた時にパツってるなってのはあって、まあ、ちょっとゆったり着たいなって人は L サイズかなやっぱり、うん、体型の問題だと思うんだけど、 K は割と肩幅が広めな人なのね。袖がジャストサイズになりました袖丈が。肩のラインも落ちてはいるんだけど、うん、まあやっぱパツってるなって、ロンティー着ててもパツってるなって思うし、 L サイズ履いてた時はベルトしてたんだけど、今ベルトなしでちょうどいいのよ、うん、あ、そこもちょっと違うなって思いました。だから僕は L サイズですね、完全に。肩幅広めな人は L サイズがいいかなって思います。まあ、正直ちょっと撫で型なんだっけ。そうそうそう、撫でで肩幅狭めなの。おう周りがパツってる感じはしないと。あんまりしないかな。まあ、俺と K 割とさ、オーバーサイズが好き で、うん、でビッグシルエットのアイテム多いから、こういうセットアップも L なんだよね俺らは、うん、シアちゃんは切れ目着こなすし、なおかつ肩幅もちょっと狭めで撫で型だから、うん、M サイズでも OK。 俺がなんか着るとアイテムものによってはなんか着られてる感じになっちゃうよね、うん、まあ、人によってサイズ感ちょっとまあ俺らで見てもらってって感じだね、うんうん、ぜひ参考にしてみてください。そうですね、アイテムと体型で変えてみてください。じゃあ続いて空張りを見せようか。空張り、もうここも押したいポイントの一つなんで。はい、じゃあ全員着替えます。せーの、じゃーん、こちらでーす。両端の二人が着替えました。ユキが着てるのがネイビー、シアちゃん着てるのはカーキ。プレスの人がカーキをしてます。カーキをしてました。カーキ惜しい。カーキって光沢が出てるアイテムが少ないで、このセットアップはちょっとカーキでも光沢が出てると。はいはいはい、なんかあのやぼったくなりすぎない。はい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 、僕一番カーキが好きです。なるほどなるほど、確かに K は緑最近推してるしね。そう、僕緑推しです、この春というかね。カーキ似合うんじゃないですか。うん、似合うと思います僕。おかげありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあユキのネイビーなんですけど、インナーはちょっとパーカーからちょっとスプリングニットの、うん、はい、純レッドのピンクのニットにして、まあちょっと着膨れがすごかったんでインナーちょっと変えてみました。まあネイビーと相性のいいピンクニットね、うん、ちょっとカッチリしすぎるかなって思うんで、まあ、中のアイテムでちょっとこうやって外してあげると、まあ、硬くならず普段使いはしやすくなるんじゃないかなと思います。なんかセットアップってやっぱカッチリしちゃうから、うん、これでバランスを取るわけですよ。なるほど、うん、これ濃いめだよね。そう、濃いめのネイビーが、俺この色味好きだな、ネイビーの中で。じゃーん、こちらでーす。ユッキが着てるのがベージュ、シンヤちゃん着てるのがブラウン。このブラウンの色味すごくない？さっきも言った通り、その生地に光沢感がちゃんとあるからやぼったくならないっていうのは本当に
このブラウンを見ても思うわ。ユッキーの方のベージュもね、こういうベージュパンツなかなかないのよ。まずパンツだけでも、うん、ペロッと してるやつあるよね。あるけど、やっぱこういう生地感のパンツがないから、うん、パンツ、はいはいはい、使い勝手も、ね、めちゃくちゃいいし、セットアップとしても使えるし、こういうベージュのセットアップ僕は待ってました。お待たせお待たせ。白に近いよね、アイボリー系って感じがするよね、うん、さっきのフレイッシュベージュと比べると特にね、うんうん、かわいいわ。良きだね。ほんとカラバリが豊富で、それぞれの色にも特徴があってね、うん、で生地もガシッとしてて光沢感があって、でそれでセットで7900円でしょ。買った時に、うん、みんなビビると思う。本当にええやんってみんな思うと思う、うんうん、多分昔の俺だったらどうせペラいんでしょとか、うん、そうそうそう、頭の中で考えないんだけど、うん、買って絶対後悔しないから。撮影の時にこれは何やと思ったらいくらですかって言ったら、あ、7920円だって。ってなって、そうでしょ、ね、上だけじゃないですか、上だけですかね、なるよ。でもいや上下ですよって言われて、これ紹介したいですってやっぱ言ったもんね、うん、いいアイテムだと思って、うん、みんなに伝えたいと思って、この回ができて僕は幸せです。ありがとうございました。あ、よいしょ。いやでも本当にこの今さ、セットアップ大戦争のさ真っ只中でダークホースです。これダークホース、ダークホース、シルバーバレットって俺正直知らなかったよ。俺も知らなかったまあ全然そうだと思う。俺もモデルして初めて知ったから、うんうん、だよね。だからこれ見てる人たちちょっとね、お得や、お得なことですよ今。はい、はい、というわけで今日はシルバーバレットのセットアップの全カラバリと、うん、サイズ感の違いを紹介しました。いかがだったでしょう。最強高コスパセットアップ、心ありって感じだね。おお、なんか思ったこと全部単語で並べてくれたな。なんかセットアップめちゃくちゃいいし、うん、シルバーバレットっていうブランドも、まあ、ちょっと知ってもらえたらなって思って、うん、今回、まあ、セットアップも紹介せず、シルバーバレットのことも紹介できて、俺は幸せです。ありがとうございました、僕も幸せです。ありがとうございました。ありがとうございました。いいセットアップに出会えた、僕はそれだけで幸せだよ。ありがとうございました。はい、しぜひね、概要欄の方に商品のリンク貼ってあるので皆さんチェックしてみてください。ブランドの URL も貼ってあるので、シルバーバレットの全アイテムチェックしてみてください。俺が出てくるよ。そうね。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。お願いします。僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってるので、そちらの方からお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャ、いってらっしゃい。